ダンスビュー6月号をご覧の皆様、こんにちは、奥山ダンスクールの小林浩二です。赤沼美穂です。よろしくお願いします。 私たちが「ダンスビュー」のこの DVD に収録していただくのは今回が2回目になりますちょうど2年前にですね私たちは美しいフリースタイルということでワルツをやらせていただいたんですがその時は結構な反響を呼びましてそうですねいろんな感想をいただきました、はいはい、賛否両論いろいろあって何言ってるか分かんないっていう人だったりあとはこういう踊り方をしたいっていう人がいろいろいましたね そうですね気になられてお教室まで来てこられた方がいて,あても、ねはい、はい、ありがたいですねいっねありがたい話でしたが <laughs> さあ今日というわけで今回も、えー、もしかしたら物議を醸してしまうかもしれませんが、えー、題して「響き合う生とどうということで単語を皆様にお送りしたいと思います。 今回はこの中で僕たちがやっている単語の基本的なテクニックだったりどういう動きをしていくかどういうところを注意しているかというのをご紹介できればいいなと思っています。はい、それではレッスンの方に行ってみましょうどうどぞスタート というわけで、えー、今回のテーマである「響き合う生と道」のテーマについてちょっと簡単にご紹介したいと思います。はいまあ、生どうというととうい ね、それだけだと何なんだっていう感じなんですが、えー、まあ基本的に「性」というのは、えー、どちらかというと動きが、えー、あまり必要でないというか、えー、少なめなところで「銅」というのは具体的にアクティブに動かしていくところという、まあ、僕らの中の意味なんですが、えー、その中で男性と女性との対比で見たら男性はどちらかというと綺麗なクリアなラインを作って性の部分をまあ表現しながら女性がアクティブにそれをリアクションして「銅、えー」という動きの 部分があります男女の対比でいうとそういうようなイメージもありますし、うん、僕個人の中にもめちゃめちゃ静かな部分とそれから動かすアクティブな、まあ、下半身なんですけどもアクティブな場所があるという意味ですね。だから女性の中にもありますよね。そうですね。女性も、まあ、性と銅、まあ、静かな部分とアクティブに動く部分があるんですけど男性に対してのうっていう、うん、アクティブに動くっていうことも はい、単語の特徴的な皆様が、えー、今回のグループには、えー、そんなに入ってないんですけれどもいや有名なねプログレッシブリンクなんてあると思うんですけれども、えー、それなんかでは例えば我々今回のテーマでいくとべてもう男性側が全て動きをこう,こうしてしまうとまあ これまた難しいんですけど映像で見えると意外とうまくいってんじゃないのみたいに見える場合もあると思うんですけどもこれだと女性からするとうわっ振られたみたいな暴、ね、れてる感じが出てしまうんですが、うん、なので男性側からするとこの上半身のボディはそのままにしてこの下半身ですね足ですね。足のの部分の この動きがしっかり収まると女性としてはいいポジションに入れるんじゃないかと。そうです。今最初のも良かったなと思ったんですけど。<laughs> <laughs> <の>そんなに悪くなかったみたいな。いや,やっぱり二回目の比べると,べるとそっちの方がいいっていうことですね。そうですね。はい、ちゃんとピタッとプロムナードポジションに。はい、そうですね。で、えー、今回の例えば今男性の体の中にあるといった静かな部分と動く部分というのがあるんですが、このせっかく綺麗なラインを作っても静かな部分を。 動かしてししてててままうとこうと歪みがいいろろ出てきてしまうわけですねなので静かな部分は置いておいて足のこっちのこの部分だけに集中してあげるとずっとクリアなラインがクリアなラインが取れているんですねこれがこう上を一緒に頑張って動かすとあのずれたラインになってしまうので足をメインに使ってきれいに見せてあげると男性のきれいなシルエットが維持されたままアクティブに動くと。 だからだ男性はアク、まあ、男性の中でのアクティブな部分は足なんですが女性はそのアクティブなリリードを感じて、うん、女性はどう,どうなりますかねそうすると、えー、アクティブにリアクションすするうですねそ、まあ、リアクションが「どう」っていう答えにもなるんですけど男性から受けたその性の動きの一つに対して女性、まあ、私が考えてるのは「どう」で「1」に対して「1」にっていう。 2倍動くことを 2>, 2倍らしいですね <laughs> 倍増するわけですねつまり、ねえー、男性の合図に対して女子は、えー、リアクションを等倍にしないということですねそうですね、えー、例えば、うんえー、そういう意味で言うと増幅胴の部分の増幅なんですが僕が例えばや足をやった分量だけリアクションしてもらうと例えばんこんな感じにうん <laughs> 増幅しなまあそのまま僕の動きにぴったりくっついてるだけの「どう」なので動きが逆に少なくなって見えてしまうのですがえもう一回やってみましょうか今度はえ増幅させてみて僕の足のこのちょっとの間に対して動きを足してもらうとちょっと別角度で見ましょう例えば僕が足をちょっとやっても女性がバンとこう今動きを上半身とかね下半身とか含めえ動きを増やしてもらったと思うんですがえそうすることによってえー 効果的な男子のシルエッは崩れないけれども女子によってそのアクティブなキレのある動きに見せることが、うん、あできるんじゃないかともう「どう」ね、どうっていう言葉でもう私の中ではもう呪文,呪文のように、うん、一つの合図で「121212」っていう、はあ、もうとにかくふつふつとこう自分体の中に感じていて、はあ、そのせいが来た時に「どう? 1」「12」っていう感じであの。 なのでまあ、あのー、だから先ほども言いましたけど男性が上半身をもろに使ってしまったりするとせっかく女性が倍増させようと思ってるのの分まで男子がやってしまうわけですよね。そ,そうすると逆にそのアクティブに動かれた分、うん、女性は今度どうしても自分を守るように止める動きになってしまうので、うん、そうすると男女の役割が逆になってしまう。うね、どうと性になってしまって、うん、結局で男性がどうになってしまうと先ほども言いましたけど 男性のいい持ち味のこのラインだったりポスチャーがどんどん崩れてしまうので、えー、逆に見栄えも良くなくなってしまうというところですね、うん、なので、えー、ま今回は、えー、後ほど紹介するグループを通して具体的にそれを見ていけたらなと思いますはい、はい、ではグループの方に行ってみましょう。 Yeah クイック・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 クク・イック・イ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 ク・スローイク・イク・スロークイック・イク・スロークイック・クイック・スロースローはいそれでは具体的に内容を見ていきましょうまず最初のグループ1に入っているファーラーウェイリバースリップフトをちょっと取り上げたいと思いますでは実際にちょっと軽く踊ってみましょうか

でこの足形をやる際に、まあ、今何の気なしに見えると思うんですけど、まあ、スムーズに、ね、いけれてるように思うんですがここでまず生徒どう、まあ、今回のテーマについて言うとです、ね、まず肝心なところはさっっき何て言ってました動き出しの部分がすごく大事でして例えば男性の、えー、まあまあ静かな担当なんですがそれをまあとりあえず女性にファラウェイに行くよという合図を送らなきゃいけないので。 まあ、静かな中にも動く場所がここですね足首の僕の動かすポイントはこ,このぐらいですこのぐらいの合図で女性はどういうリアクションを取るかというとまあこう、まあ、スタンバイポジ,ポジションを取って準備していたら、はい、男性からこう、まあ、合図がほんの少しだけ来るんですねその少しを感じ取って、まあ、もう交代の多分男性がこう左回り。 に仕掛けるる動作をしてくるのでその一つの合図に対して、まあ、足の準備と上が二つなんて言ったらいいしますね、はい、そこでさらにあの先ほどもリンクの,あのテーマ紹介の時に説明したリンクもそうだったんですがこのファラウェイの時に僕のこのピコっていうこの動き出しのこの準備運動だけしに等倍同じ倍で 反応されれるとあれ行かないないって男子は思うかですねそうすると本当静かな担当である私が行かないから私がじゃあもうボディーもこうグッとこう全部こう運んで持ってってあげようみたいな結果を生むわけですね、うん、だからそうすると男子は本当は静かでキュキキレイにしておきたいこの上半身が 持っていく運ぶっていう動作に入ってしまうので、えー、そうするとポスターが崩れてよくなくなるので女性は私のこのちょっとの合図にどのぐらい交代のイメージがありますどのらい交代ちょっと実際にやってみてみましょうか、うん、どのぐらい交代するかといったら「人っていう合図に対してどのぐらいそして倍増男子よりも2倍ぐらいのこのリアクションをしてもらうのがきっかけとなってそれを組んでやると。 ちょっとないすあ結構すす進めるなという私が押さなくても交代していくという運動があるので2人で見るとすごく進んで見えるという、ねまあ、スムーズに進めるということですねその点でその,その私が上をしない上をしない 2> と2つ動作をしないとどうなるかをちょっとい、うんうんはい、やりますかはいもう一回やりますか。私がこう合図をして <laughs> もうあのね映像でまだまだこれね難しいんですけどこれ私かなり押してるんですけどもうああ足にもうなんかスペースがない状態ですね私もこうなるとあの、うん、男性のそのエネルギーに負けて男性のこのひ左サイドはいこっちか こっちにやっぱりこう遠心力というかんていうんですか重視の中にかぶるのが持ってかれてしまうので、はいはい、やっぱり女性は女性でこう動く準備をしていないとその踊っていく軌道に入れ,入れないということですよね。はい、だかららやっぱりもう一回おさらいすると えー、出だしのところで、まあ、こ,のこの状態ではファラウェイが来るとは想像は多分しないんですけど左回りの全身が女性にとって交代が始まるなという合図があるのでそこをしっかり女性が自身が動いていただくとスムーズに運ぶことができます。はい やはり、えー、ときっかけですねね最初の、ね、そこが大事なですねすごくそうすると、まあ、僕の、えー、きれいな静かな部分と女性のアクティブなリアクションの部分が 2>,、うんえー、2倍にしてもらうリアクションが整うので、えー、非常に、えー、スムーズに踊れると思います。はい